ね、そんな十字架にかかられた主で、普通の誕生日のイースターということでね、復活されているので、イエス様が十字架の道を歩まれていますから、復活になれていますからね、修羅の道よりということね、説明のところからお話ししますね。ヨハネ福音書の12章ですね、12節から読みましょう。ヨハネ福音書です。12章12節ありますか？ヨハネ福音書、イエス様のことをね、4人の人が書いてますね。その4人による4人さんが記したイエス様のことですね。12章の12節から、192ページですね。隣に組んでみてね、開けておられない方がおられないから開けておられないですね。じゃあもう自分が開けたからもうええと思って周りの人にね、まだ開けておられない方、もしかしたら悪いかもしれない。いいですか？192ページですよ。12からお読みいたします。皆さんは13節ですね。その次の弟子の15節、その次の皆さん、私も読んで、そのって5文を読んでいきましょうね。その翌日、祭りに来た大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、早く始めてください。イスラエルの王に、イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことは分からなかったが、イエスの栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザルを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせた時、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのもイエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでカリサイの人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。用を挙げてあの男について言ったではないか。大丈夫ですね。もう一回読もうかな。いや、皆さん先読んでください。はい。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られたと聞き、夏目足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザルを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせた時、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがそのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。身を何をしても無駄だ。両を挙げてあの男についていったではないか。はい、そこにあるね。今日はここからお話しします。このようなこともね、この2000年前の起きた今日は日ですからね、特別に今日お話しながら時間場所です。今お話ししますね。エルサレムにね、イエス様が来られた。それが馬乗って来られるかと思ったらね、ロバ乗って来られた。
え、ロバ、ロバもウマとちゃうロバもウマなんだけども、まあ、ウマには違いないんだけど、あんまり馬らしい馬じゃないというか、ロバと馬の違いというのは、姫路の動物園に行ったら分かるかな。今は知りませんが、5、6年前に姫路の動物園に行ったことありますね。その時ロバおりましたね、いっぱいいたわ、ね、あ、これがロバやなと分かりましたが、馬は普通の馬はおらんかったな。普通の馬はもうちょっと来たのね競馬場があるんで食ったでいっぱいおるそこ行ったらあかんねんね、ものすごくあそこは競争させてね、それでまあいろんな人がね、それをかけて、まあ、楽しんでおられるのか何をしておられるのかこのありますけどね。でその競馬場の隣には自衛隊があるわ、姫路の自衛隊。その白くにいるとかやけどね、まあ、姫路に行くといろんなものがあるな。姫路って面白い町だな。大体姫路のこと言うたって知らないやろかと思ってるけどね、姫路っていうのはね、不思議な町だとすごい思う。あの、ね、日本中にあるのが大体コンパクトに まとまってあんねやとかね、何やろなと思ってね、不思議な町だ。日本中にあるものはね、あそこ行くと大体あるね。なんかいろんなもの、そういうね、かかって、あの、都、パリの国の都やったというね、やっぱりそうかなとは思うけどね。パリの国の都を決めてやった相手、一つ知らない人いないやつないかな。いくらなんでも、え、知らなかった？え、知らなかった？え、その人の、ゴールハリモの国の人は、あ、そうか、まあ、日本の国の都はどうかって知ってるね、江戸時代、あるいはその前か千年の都どうかって知ってる、知らない、日本の都知らない、え、京都や、ね、そのぐらい知ってる、その前はどうだった、奈良だそのぐらい知ってるよ、常識やから日本も60何個の国があってね、分かれとってね、それで播州、播磨の国、播州って、そのまま、中心的な都市は、ね、殿さんがおったわけです。殿さんがおったところは姫路やったな、うん、だからこの地方のね、中心地やったということは分かるわけやな。その中心地やったという名残がね、今もあるわけだよね。だからあちこの地方でも必要なものが大体ね、そのところですね。だから あんまりね、大阪みたいにね、あんまり大きくなってくるとね、もう訳が分からない。今大体あんねんけどな、大概のものあんねんけども、あんまり広くて訳が分からないということがあるんですけどね。東京の人もどうからへんわ。もうみんなあんねんけどね、世界中のものがあるんだけど、もう訳が分からない、広くて。まあ、冗談こと冗談ですけど。まあ、そんなんで、まあ、イメージにね、言ったらいろんなものがあるって分かるんですけど、何でしょうね。何でしょうか、そんなとこ言ってしまう。そこの姫路の宮屋のお城には今あの修理しようかな。今姫路の城でびっくりしました。小もかぶってる。なんてなんであれやって。小もかぶってるわかる？あのどないかテントのどないか工事用のとこ大きなね、お城の上にあのかぶってるわけだから、ものすごいあのあれなんていうのテントで言うとええのか、なんていうの工事用のね、なんか袋がかかってるものすごいのええと思ってびっくりしますけどね、あれいつ外すんだろうと思った。まあそれ外したら綺麗な姿が出るだろうなと思うね。そのうちそこにね、昔殿さんが住んどったわけやな。何の話するかいうと、世界のね、姫路のと播磨の国の殿さんはまあいろんな名前のことだったわけやけどね、その播磨の国の殿さんのことだったな。それでそこの殿さんがそこに住んどったんだ、わかるね。日本の国の殿さんは、というか殿さんは殿さん言えへんけど、日本の国の前は王様とか
天皇とかね、まあ、いろんな言い方あるけどね、まあ、それは大体どんな人がやったか、ああいうの大体分かるな、まあ、時代によってちょっとずつ名前があって、日本の場合は複雑な形態を持ってるわけだけどね、その形式上の名前だけの王様みたいなのってね、それ実際の王様は政治を主張した別だったりしてね、決定な国なんだけども、まあ、そういう国だったわけやけどね。で、まあ、それはともかく、この公的聖書に書かれているイスラエルという国のね、あの王様は誰かという問題ね。それが、まあ、この時代には王様にはヘロデという決定な名前の王様がね、おったわけやけど、そのヘロデいう王様は、まあ今なんていうかな、よその国の王様というかな、傀儡政権というかな、いろんな言い方あるけどね、そういう本来はユダヤ人の王様でないような王様がおったみたいなところがあってね、よその国の王様がおるというような感じ で、しかもローマ帝国がね、その上におって、ローマ帝国の支配の中で、よその国の王様が怒らされておったみたいな報道になっててね、それで自分たちの国を、まあ、二重支配というか三重支配というか、ね、いう形になってたというね、結構複雑な背景があったわけね。それで自分たちの政治をね、本来の王様がね、王様としておるならばみんなが幸せになっちゃうのかなと思ったけどね、ちょっとよその王様がおるし、そのよその王様というその息子の上にね、ローマ帝国の中の植民地という感じでね、そんな感じでおるわけだから自分たちの不幸な、自分たちが本当の幸せというのを手にできない、幸せになれないのはもうそういう政治の仕組みが問題やとかね、あるいはその王様としておる人が問題なんだと、まあいろいろ、まあ、思ってたわけですよね。だから本物の王様が来ればね、みんな幸せになるんやと思ったらね、その人から、いよいよ本当の王様来たぞと思ってね、みんな歓迎したわけだ、ね、ところがね、本当の王様やったらもう多分こんな格好して馬に乗ってくるやろな、凛々しい感じのね、もういかにも王様やな、冠王冠をかぶってね、クラウンをかぶって言って、車のクラウンの話するってことですから、クラウンを言うて王冠やな、王様は王冠をかぶって初めて王様みたいなね、王座に座って初めて王様みたいなのがあるわけでね、言うんだけど、そんな感じね、まあ、王様のことを、まあ、もう王様でない時代、現在の民主主義の時代は大統領制、大統領を選ぶというような形になってきてるけどね、大統領のことは英語でプレジデントというね、ね、人で、ね、知ってくれなそうな人は、自動車の名前にプレジデントというのがあるからね、今日の曲がり方だよね、クラウドの自動車もあるからね、それで今日のままはね、なんでこんなままだよっていうのがあるからね、彼氏を紹介するというね、そういう時にね、乗ってくる車がね、まあ、高級車のね、クラウンカーでプレジデントとかね、その他いろいろ高級車あるや、ベンツとかね、そういうなんとか、そういうような高級車に乗ってくるかなと思ってね、戻ったら、ローバーいう、ね、車にね、軽にある軽の車あるね、いや、これローバーいう車やローバーやな、だからね、ちょうど発音もないからローバー言うてね、それで、これ、曲がりがないよね。絶対あんまりさると見ながら打ったちょうどいいなと思ってやったんだけどね、まあそうなんでね、それでしかも中古車のボロ車でね、もしかしたら止まりそうなやね、援護しそうな車にね、彼氏が乗ってったというね、かっこ悪い彼氏だったというね、ちょっと恥ずかしいな、自分の親に紹介するのは恥ずかしいなという、ね、そんな彼氏だったかなああいうね、そういう漫画を描いてたわけやけどね。で、今日の話とみんな何と関係があるのか、言ったらね、みんなが自分たちの王様、
自分たちを本当に幸せにしてくれる人というのをみんな期待してるわけよ。ところが自分たちを本当に幸せにしてくれる方はね、結構かっこ悪い、ダサい、思っとっても全然ちゃうっていうねそういうところが結構あるんやいうことを悟ってほしいことですよ、ね、人間っていうのはね、自分を幸せにしてくれる人、ね、この今日の話は国や、国全体のね、イスラエルという国で、イスラエルという国はあんまり聞いたことない人というので分かりにくい人もあったかもしれないけど、別名ユダヤ人と言ったら分かりやすいかもしれない。ユダヤ人というのは世界的に有名な人たちなんだけどね、イスラエルという国はほとんどはユダヤ人がおるわけだけども、そのユダヤ人が世界中にいるんですが、世界中にいていろいろと、まあ、どっちかというとお金儲けをしているというようなね、そういう人が多かったね。それで、この今から50年ほど前にね、1948年だけども、イスラエルという国を作った、再建したね、再建、再び作った、ね、という名前にも失った国がなくなってしまった。2000年ほど前に国、祖国を、国を失って世界中に散らされるという、そういう流浪の民というね、流浪で難しい方だけど、もう流れ者の民、ね、流れ者って何ですか、ね、流れ者ってわかる？家がない、ね、もうちょっと別の言い方は土星人という土星人なんて言うていいけどねまあいろんな言い方はちょっと悪いけどねそういう人の言い方もあるけどね、要するにそのずっとおるところがないという居場所がないというかな、うん、人によってはまあそうやな、尋ね者なんかだったらね、犯罪者とかね、あれ借金抱えてちょっとその借金取り逃げから逃げ回ってるというかね、まあ、そんな感じの人とかね、もうとにかく犯罪者としてもう、まあ、警察の方でマークされた人はね、もう逃げ回るんだしゃないという人もおったりしてね、そんな感じのね、もう全民族的にね、もう何千万というね、幾千万というね、そういう人たちがいるね。ユダヤ人がそういう、いや他にもそういう民族はまあなくはないんだけど、もう代表的な民族としてね、ユダヤ人というのはいるんですがね、その人たちが今から50年ほど前にね、祖国の国を帰ってきたというね、そういう人たちなんですよね。その中からまあイエス様が出られたわけですけどね、そのイエス様に対してみんながね、もう王様なんだからね、まあ、かっこいい、もう王様らしい人やろなとね、まあ、思うとったらね、全然違った言うてね、大体ね、あのかっこいい感じてくるわけで、もう服装もそうやるけど、もう威厳がいっぱい、王様なんだから家来もいっぱい従えてね、それで言おうと意気堂々というか、どういうんだろう、本当に王様らしき振る舞い、もう過去からして何からしてもどっから見たってね、王様だーいう感じの人がね現れるのかなと思ったらね、全然そうやなかったというね、いうがっかりしたーいうところが今日の話なんだよね。でそれはそのエルサレムに入場する、都に入場するということだけやないよ、そこで代表されるようにですね、私たちは救いの主、私たちを救ってくださる方、私たちは本当に幸せにしてくださる方はどういう方なのかというのをね、まあ、人間なかなかね正しく掴むことができない、ね、それで偽物というかな、本当に救ってくれへん人をね、自分を不幸にするような人をね、人間を従っていく、そういう人を受け入れてしまう傾向が人間にはみんなあるね。だからその辺のとこ間違わないようにということでね、イエス様はなんと馬に乗らんとロバに乗ってこられたという。何それってね。ロバっていうのはもう何回も言うけどね、
まあ、ドアの本当の姿を知りたかったら地面の動物園に行きましょう言ってたけどね、なんかね、その容疑を見るのが多いけどね、なんか耳のね、こうかね、なんか小さいのよ、それね。それで、一人の人間が乗ったらね、まあ、乗れなくはないんだけど、人間ちっちゃい、軽い人が乗れて乗れるけどね、もう体重が100キロ以上あるような人乗るとね、もう多分、馬の方、ロバの方がへこたれてしまうんじゃないかな、という感じがします。なぜ、そやな、体重100キロもあるような人だったら、馬の方、ロバよりも乗りするのが重たいもんな、という感じな。そんな感じだから、多分人を乗せることはできへんじゃん、という。あんまりそのロバというのは人を乗せるのに適してないわけだよね。どっちか言うと、もう荷物を運ぶだけのね、なんですよ。だから、小型のロバというのは、監督が子供みたいなロバと考えてもいいんだけど、だから本来、この王様の乗り物はね、もう大きいんだよ。ね、もう、大体馬の、その乗る場所に比べて、いつの人の人間の骨の高さあるな。でそれがすぐに馬の頭がボーッと出てるわけだからね。だからはるかに人間よりも背が高いしね。でそれに乗るなんて死んだよな、馬なんか乗ったことないでしょ、ね、乗りたい人はね、ありますから近くにね、ね、どこだ、そのままあるよ、この近くあるでしょ、馬に乗れるとこ、ちょっと出したら乗せてもらえちゃう。いや、一遍まで死ぬとこがあるんです、そこで、ね、月に、年に一遍だけね、安くで乗れる日があるね。それで、ちょっとチケット持ってね、乗りましたけどね。それで、あ、こんな感じだからなってね、あ、また乗ってみたいとはもう思わんかったけどね、一遍だけの体験したからね。ね、あ、そうか、これに乗ったらね、それはみんなより偉いようにね、人間、普通の人よりも立派に見えたんちゃうかなとは思う。だってみんなその時代はもう歩くだけやったからね、テコテコね、テクシーって言ったからね、もう歩くしかないわけよ、ね、その時代にね、馬に乗ってるというとよっぽど、まあ、身分の高い人というかお金持ちというかね、特別の、人ですよ、ね、王様なんだから、ね、当然馬に乗って当然、ね、当たり前というみたいなことが分かりますね。で早くね、それで歩くよりはるかに楽というのね、まあ、そういうので、あ、馬に乗るとはこういうことなのかな、いっぺん体験しとかないかなと思ってね、体験しましたけどね、まあそんなしょっちゅう乗るとほどでもないから、まだ入会されますかって、いやもう言わずいいですよね、断ってきましたけどね、いっぺんだけ体験しましたね。まあそれとロバに乗るとはだいぶ違うな、全然違うね、ロバに乗る、ロバな赤ちゃんに乗るみたいな感じやな、もう大のおっさんがね、赤ちゃんに乗ったらね、赤ちゃんかわいそうやな、赤ちゃんを乗せることがあってもね、赤ちゃんに乗ったらかわいそうやな、まあ、そのぐらいにロバに乗るというのは、まあ、過酷なことというか殺生のことというかね、そのいうのをものすごく感じる。だからイエス様がロバに乗られたというのは、イエス様もちょっとしんどかったんじゃないかな、このロバかわいそうやなと思ったら生まれるんじゃないかな。まあ、だけど聖書に書いてあるからね、乗ったりというか乗らないかんないかんで乗られたんちゃうかな。それを通してね、また神様が学びなさいと、これ私のこのやってることを通してね、何を学ぶのかね、それを悟りなさいという意味でね、聖書に乗られたわけです。それロバというのはね、使えるだけ、人間でただ使えるだけ、仕事ばっかりしとるとかないね。で、非常におとなしい。で、その、本来は荷物を運ぶだけのね、ことしかしないもんだよね。で、イエス様はそのことを通して何を教えようとしておられるかというと、私たちは、ね、使える人になりなさい。そういうことを教えておられる。幸せという字というのはね、幸福と書いて
幸せというふうに読む、それだけやと思うとですね、これでしょ。もう一つの字があるね、使い合うと書いてね、使い合うと書いて幸せとも読むからね、そちらの方の幸せを考えてくださいね。あんまりその最近の幸福という字は使わないな。幸に福とかね、そちらの方が使う場合は多いでしょ。でも使い合うと書いて、使えるという字は人弁にしかね、人弁に土じゃなくてしか、人弁に土やったらちょっとね、それで使えて合わせるね、聖書の互いに使い合いなさいというね、方ね、これものすごく大事なことなんです。多くの人はですね、私なんで幸せにならないのかな、私なんでこんな不幸なのかなとね、思っている人はよく悟ってほしいんだけども、幸せというのは使い合うと書くんだということから学んでほしいと言われたら、じゃあ私は使えてるのかどうかという問題ね。誰も私のことに私に使えてくれへん、私のことを助けてくれない、ね、そのように人のことを考えるでしょ。何もしてくれない、あれしてくれない、これしてくれない、ね、何もしてくれへん、それくれないとね、昔言われたくれないとか、親はしてくれへん、先生もしてくれへん、県も市も国も何もしてくれへん、くれない、くれない、くれない族ね。で、よく言われたことは知ってる。そういうふうに、あれしてくれへん、これしてくれへんばっかし言ってるものの考え方ばっかりしてるとね、それは誰もしてくれません。その前に自分がするんです、ね、くれないじゃなくてくれるんですよ。してくれないんだって自分がいろいろするの、ね、そしたらお返しが来るの。この世の中のね、基本的な法則は原因があって結果があるね。これ実を言うとね、原因があって結果があるんですよ言ったらね、もう私の創価学会の人と議論して散々言われた。原因があって結果があるんですよ、原因があって結果があるんですよってよう言われました。先生、そこなんかの話するんですか、言われてしまいそうですけどね。それは、まあ、仏教の考え方で因果応報という考え方があってね、原因があって結果もある、ね、因、原因の因だ、ね、が、因が、結果が、ね、応、答えて、応、答えて報いるという感じでね、それつまり原因を、私たちが良い原因を作れば良い結果が得られる、ね、悪い原因を作ったら悪い結果が来る、ね、そういう法則をね、これは仏教の中にあるって、ね、仏教の中に仏教だけじゃないよ、キリスト教の中にもあるよ。キリスト教はそれをこう超越してそれを克服するというか、それをもう一つ超えるところにあるんですけどね、そのキリスト教の土台になっているのはね、それの同じなところがあるわけですよ。まあ、仏教の本物みたいなところがあるんですが、因果応報だけやないけど、それを超えるというとちょっと超えるところに難しいところがあるけども、まあ、そういうふうにその物事の法則というのは、これは因果応報やなということはわかるでしょ。これもう先生えらい難しい言葉を言うたらなぁかもしれんけどね、これは簡単に言うたらね、鏡を見たら鏡が同じように自分の顔が映っとるようだからね、鏡を見て太った人はやっぱり太った人が映ってんねん、そうでしょ。痩せた人が見たら痩せた人が目の前映っとんねん、よう見たら自分と同じ姿ね。まあ、あ、私が映ってるって何分かって分かってるよ、人間の場合は分かるな。猫の前に鏡を見てきたったら猫分かるかな、多分。
猫は私の顔が映ってるかな、にゃんにゃんってね言うだけ。もう一人猫がおるかという感じで、猫いっぱい飼ってる人はとったら当たるみたいな。ミュージさんどうですか、猫わかるんですか、顔みたいなことは。え、猫ていっぱい猫飼ってる人はある程度わかられると思うけど、多分猫の場合はね、猫が映ってるとは悟らないんちゃうかな。どうですか、犬やったってバンバンね。犬の場合確かおったよ、犬の前に鏡置いてあったらね、バンバンって吠えてるよ。多分もう一匹犬がおるんちゃうかなと思って吠えてたんちゃうかな、また私は思ったんやけどね。あ、鏡に映った我が姿だというふうに犬は悟ってないんちゃうかなと思いますけど。いや、今犬の話だけどね、人間もそうなの。バカたれ、なんか犬やからバカたれやから分からへんって、なんか自分の姿だって分かるかいってね。猫や、猫はバカやからね、自分の姿がその目の前に映ってるんで、ね、分かるかいって言うわけ。じゃあ人間分かったんだよ。人間分かってへんんですよ。人間も分かってへんねん。案外分かってへんねん、案外ね。失礼ですが、無理ですって。悟ってる人も多いことですけど。自分の目の前の映ってるものが自分の姿なんだということが言いますかね。だから人のせいばっかりするんですよ。あの人がいじめる、この人がいじめる、あの人が私をひどいことさせする、ね、どこやっても私不幸や。それな、自分の姿が映ってるんやいうことを悟らなあかんんですよ。早いとこ鏡だけじゃないよ、それは今姿だけどね。それ以外に、その音ね、声ね、まあこれ山行った山彦の人ね、山行った山彦が、山行ってあんまり山行って行きたくないか、あんまり過去までは山ないか、ちょっと山へ行こうとあるでしょ。山行ってヤッホー言うたらヤッホーって帰ってくるでしょ。ちょっとね、その体験ないと、若い子と、その体験ない。え、ある、ヤッホー言うたことあるあるね、やっぱり誰でもあるね。私の生まれたところの近くにヤッホーがあったから、よく行きよった。よくヤッホーって言うたらね、ヤッホーって帰ってくるんだ、アッホーって言うたらね、とこと思ったことあるけどね、ないや、悪いけんぼうのね。ね、あいつがおるなんて、あの野郎って言うたらね、こっちもアホーって言ってね。まあそんなんでね、結構山の中で遊ぶんだったんですけどね、山の中であっち行ったりこっち行ったりするの面白かったですよ。うん、そんなんで、なんて、もう悪なき時代は、子供の頃はね、野に山にね、いろんなとこ駆けまとったんですけどね。でそれでいろんなことを勉強したけどね。それで、なんでしょう、怪我ばっかりしてましたよね、怪我。ね、あっちで転んで、こっちで転んで、転んで。ね、でそんなことばっかりしてましたからね。それで、まあ、いろいろ、ことを学びましたけどね。これは今はね、そういうところにいかにもするという考え方があるんです。でそういう時とか、怪我するから。それで、そういかんほうがええような考え方があるんだよね。それ以上にまで。何でか言うと、そういうところでいっぱい怪我した方がいいねん。ね。そしたら、こういうところが危ないや、ああいうところが悪い、問題なんだとか分かるんですよ。そういうところ行かないとしてはね、どっちも学ぶことはできない。ね。この世の中は山あり谷あり、ね。危険な場所いっぱいあるんです。この世の中はね、山の中だけじゃなくて、どんなところでもあるんです。だけど山やらそこらという、海やら、ありとあらゆるところ行って、いっぱいひどい目にあって、ね、死ないんじゃないかけどね、もう怪我ぐらいしたって取ってくれないから、かなり怪我してきたら、またいろいろ分かるんですよ、人間はね。それは一種の勉強ですよ、ね。で。そういう時にね、あ、ね、原因があって結果があるんだなぁ、いうことが分かるわけ。人のせいにするなって。で人のせいにしたら訳が分からなくなる。そうじゃなくて、自分が、ヤッホー言うたから、ヤッホーで帰ってったんやなってね。で、時たま、アホー言われてるからね。別の人が多いんやなってね。そらね、
分かるわけでしょ。それで物事が全部そういうふうになっとるんやということをよう悟らないかんわけです、ね。まあ、それが分からん人はですね、もう本物のね救い主であるイエス様が来られた時に、この方こそ私を救ってくださる方だということに気がつかないというふうになってまうわけや。でただね、かっこいいね、まあ、白馬に乗ってくる王子様という感じね、お期待し、ね、イエス様と言ったら、まあ、多分白馬で、真っ白い馬乗ってね、かっこいい王子様、王子様としてやってくるんちゃうかなと思ったらね、全然反対だったしね、ロバに乗ってね、ボロに来てね、ね、なんかボロにうさいからね、押さえたりして、なんじゃーという感じでね。そういうこともあり得ることをやっぱり知ってもらったわけな。それで今日のところはみんながね、あのイエス様を歓迎するんですよ。そこは良かったんやけども、ずっとそうやなかったということでね、あの自分たちの期待した通りの救い主がなかったということでね、最後はこの人も十字架につけろ、十字架につけろって言うてまうわけよ。もうあんなやつ殺してまえということなんですよ。要するにそういうふうになってまうわけだ、みんながね。そういうふうになってしまうというね、悲劇がね、まあ、この一週間のうちに起きるわけやけどね。今日は、この今日の段階はね、救い主を歓迎しているところです、ね。分かっても分からんでも、とにかくみんな歓迎したというふうな感じになってるわけよ。イエス様はロバに乗ってくることによって、皆さんもこのロバのように人を使える人になりなさいよとイエス様に言っておられるんですよ。使える、ね、で使える人は幸せになるんですよ、ね。ところがそれを思わないで、人が使えてくれることばっかし期待してしちゃう。あの人が私を助けてくれる、この人も私を何も言えようにしてくれるということばっかりしてくれるのを考えちゃうわけです。いや、自分は世の中のためにね、人のために何かしたかー言ったら、何もしてへんなるね。そしたら人も何もしてくれなーようになろうね。そうでしょ。あるいはみんなに迷惑をかけるのとばっかりしとったらね、それは当然みんなからあんなやつはどこ行けね、こんな来たらどてたろってなるからね。結果が来る来るだけ、自分が原因を作ってるんだよことね。良いことしたら良い結果が返ってくるし、悪いことしたら悪い結果が返ってくる。基本的なことだからね。その辺のところをしっかり学んでくださいね。もう終わらないのか、ね。今日の話は大変な話、分かりました。いろいろいろ言うて、先生の話、あっち飛んでる、こっち飛んでる、何の話しようって、よく分からへんわ、ね。それに言われることがあったんです。いや、実はあの時私も分からないようになってましたんですよ。本当は実は私の方も分からないです。ちょっと迷い込んでたっていろいろ言い過ぎて収集できなかったって言うたりしてね。まあそれはまたと思ってあるんですけどね、あんまり広がりすぎて、まあ、聞いてる人ともっと広がりなわけやからなのかもしれないけどね、まあ、あの要はね、あのそういう人のせいで、人のせいじゃなくて自分が問題を作ってたんだと。で、多くの場合はこのユダヤの国の場合はね、まあ、私たちの国はローマ帝国によって支配されている。現地の王様はユダマやって、隣の国の王様、隣の国の人やったのに、その人が王様になってる、ヘロデいう人が王様になってる、ね。そんな状態やから私たちは不幸なんだということで、政治体制の責任みたいにしてたね。で、本当の王様が来たらきっと良くなる。その政治体制という感じで考えとった人が多かったわけだけどね。で、イエス様はそういうこともまあまああるけども、それよりももっと大切なのは、
誰が王様であろうが、誰がどんな政治の仕組みであろうが、ただ使えるという、人に使える、神様に使える、ね、そういう姿勢を持たないと本当の幸せは来ませんよということをイエス様は教えてくださってるんですよね。わかります？人に使えるんです。いや、僕は実際思うことはね、昨日もずっとそうなんだけど、いつも体験する、しょっちゅう体験することだけども、ね、もうあんな言っていいのかどうかわからないけども、その金曜日だな、金曜日と今木曜日と大阪西成のね、釜ヶ崎ところで、いろいろ奉仕してますね。チラシ配りをしてますね。チラシというかトラフトというか、木曜日は通天閣というタイトルにしてね、天に通ずる道と、ね、それは誠、姿勢天に通ずるという誠を尽くす、あれね、そういうねことで人は天国行きますという考え方があるね。一生懸命本当に誠を真面目にやりなさい、ね、まっすぐ神様を使えて歩みなさい、嘘つくな、忠実に仕事に励みなさい、誠の人生を歩みなさい、そしたら幸せになりますよというような意味のね、その、また名前のね、通天閣があるから、ね、通天閣の下で私は配ってますから、通天閣という名前にしたんだけどね。で、なんでその名前にしたかというと、その、いつもそこで配ってる人ね、大阪城いうなんかあっちらしく配ってるからね。だから、ね、大阪城よりもと近い通天閣の辺じゃないかと思って、通天閣ですよね、配ってるわけ。その、木曜日はそれですけど、今度は金曜日の方はね、名前から配ってる新自由人というね、自由人という名前を配ってたんだけど、ちょっとやめて、またもう一回再開したから、今度は新自由人にしましたね。そこはなんでその名前したかというと、そこは自由な人が多いから、うん、自由な人っていうのは英語で言ったらフリーという、それで自由な人と自由人といったら英語で言ったらフリーターというなのな、フリーター言ったらつまり仕事のない人だってね、まあ、自由な人が多いから、まあそういう、まあ、人たちも配ってるわけですけどね。そういうものを配ってる時にね、ありがとうってね、ああいうものを配ってくれてありがとうって言って受け止めてくれる人、まあ多いんですけどね、中にね、バカこの目でってね、バカでパパーですやめてパーって言ってパーってね、もう内外してくれるね、もうそんな人も中にいるわけですよ、ね、そしたらどうしますか、皆さん惨めにならない、ね、いや、そういうことで喧嘩しようだった人昔いましたよ。法然の役でね、いろいろこれこういうそれねみたいな教会のね案内を配った時にね、なんかボロカスに言う人が残ってね、もう人間じゃないようなこと言われるみたいな、もうそんな言われる前からもうちょっとでも受け止めてくれなかったら、その人なんかすぐ怒ってね、ほらわしはこれちゃんと打たれって言うから、何取れねえって言うから、もうものすごく喧嘩する、すぐ喧嘩するって言ったんですよ。そんなんじゃね、配る資格ないわね。じゃあ、その私が困ってるところの浜崎なんか、そんな人ばっかりやからね、ありがとうって言うてくる人は非常に少ない、ね、何いらんことすんねえ感じね、そんな人ばっかりですよ。だけど私はその人たちとね、その配ることによってね、私はこの人たちのために使えてる、この人たちにどんなにされようがね、もうそれはもうそれでいいって、私はこの人のために使えるんだ、ね、それはものすごく思う、それがどんなに尊いことなのかということね、バカにされればバカにされるほどね、またそれ余計思う、またそうでなる、そうなるべきだって思うね、うん、それでバカにされたからって腹立てたらね、それ何にもなれへん、人間ができてへん、ね、もうそうは思うもん、
この人のために使える。どんなに任せて、まさかこの死は死なかったってやってるけど、でも殺されるんだよ、ね、やらないけどね、またたまらんからね、そこまでやる人はいないから、うん、まあいろいろ罵倒はするけど、まさか何の人はいないな、うん、俺口だけで言うだけやからね、まあだけどものすごくショックやけどね、だけどいいですよ、それはね、そのことによって、まあ、だんだん溶けてもね、それに使えていくというね、そのことが大事だ、ね、でいつかね、私も本当に信じてる神様もね、イエス様を信じてくれる時が来ると信じてね、怒ってますけどね、だから結構そういうしんどいですよ、ね、だけど精神的にもしんどい、ね、肉体的にも困るのしんどいけどね、もっとしんどいのはその精神的にしんどい、ね、こんな人たち一人も私はバカにされなかった。もう本当にね、もうみんなが徹底的にバカにしちゃってるという感じの人ですよ。ね、いや、私は別にバカにしてませんけど、世間的に言うたらね、もうみんなが本当にバカにしてちゃうかなという人なのからバカにされるわけだからね。だからものすごい腹立つ人は腹立つかもしれんけどね。で僕はきちっと我慢だね。我慢で、ああ、この人に決めてます。変えてるんだなと思う。だからある人はね、もうあんなとこ行ったってしゃあないよって、ね、なんもなれへんって、もうあの人ってもう救いようがないっていう感じでね、まあ、言う人がおってですけども、よしそれやったら私はそこ行ってやろうと言って、余計思ってね、まあ、やってますけどね。なんせね、救われたから言ったってね、うん、救われたいう感じがなかなかしてこない。ね、一生懸命やってみてもね。成果が上がらないっていうね、いう感じですよ。もうなかなかなか成果ってね、だけどそこから成果が出すものなんですけどね、なかなかなかなしんどいんですよ。だから人々はもうそこ行くまでにね、もう諦めてまうというかな、やめてまうというのが多いんですけどね、でまあ、じっと我慢のことやったと思いたいと思ってね、徹底的にね、使えていきたいなと思ってますけどね、だから皆さんも、神様に使えね、徹底的に、人の幸せをね考えてやめられたらなと思いますね。神様信じたらみんな幸せになるんですからね、絶対に信じないから大変なんです。でみんな何を信じてるか言うと、自分が今まで正しいと思ってきたことを信じ続けちゃうわけです、ね、人間はみんなこれが正しいんだ、これが間違ってたんだと考えもあるでしょ。それまで受けてきた教育、それまで受けてきた体験から通してね、ものの考え方が出来上がってますから、ね、それを根底から根本からひっくり返すということをせないと、本当の神様とわからないの。わかります？普通の考えはね、この世の考え方はお金やからね、お金を中心にたくさん稼げる人が偉い人、ね、お金をいっぱい持ってる人が偉い人、それで関係づけて身分を考える、ね、人間の身分を、ね、人間の値打ちを考える仕組みになってるんです。だから金が神様だからね、神様になってるからね、この世の中ね、それを私たちはかなり侵されているわけやから、それをもう根本からひっくり返す。でそういう方としてイエスが来られたんですよ。そしたらもうそれは何かというと、もう王様としてね、馬乗ってる意気揚々としてね、もうさすが王様やなあいう感じでね、来るかと思ったら全然反対やったって、なんじゃそれはということでしょう。だけどそういう姿勢でおるからこそ、その人は本当の王様なんですよ。本当の王様はそういう方なんですよ。だからイエス様言ってるでしょ。これ聖書読まなかな。人に伝えようと思うなら、信用のないせい。聖書読んどかな。大丈夫。大事なことだな。また2章。また2章。出るんですよ。イエス様のことをな。イエス様がロバに乗って町に入ってこられたでしょ。真ん中にちょっとしたいな、こっちもね、
イエスはロバを塗って町に入れたことで、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならなければならない。マタイの20章26節のことね。偉くなろうと思うならね、使える人になる。頭になると思う、しもべ。頭ってトップの人ね、トップの人って、トップになるかって、トップに近い人ね、なろうと思ったら、徹底的に使える人、しもべになる。それはものすごく大なんだと言って、そう言われたね。これはものすごく大なことだね。これなかなかわからない人思ってるんですよ。ちょっと待って、分かっても私はくださらないってね。それは、もう徹底的にしもべになる人なんですよ。あのね、会社でね、もう終わらないから、ね、会社でね、やっぱり偉い人ってですよ。会社で一番偉い人、誰かな。朝ちょっと早めにね、会社に行ってみたらね、何やごそ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 して、なんかトイレの中でなんかごそ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 ってる人が誰かなって言ったら、便所掃除しとったんだ、朝から。誰かなと思って、え、社長さんやんってね。さすがーと思って、びっくりしたことあります。一番下っ端というか、したくない人がやる仕事を社長さん自らやった。あ、この会社は繁栄する、この会社は絶対みんながしてくる、みんな一生懸命やると思いましたね。そんな会社ありますよ。すごいなって、一番トップの人が一番下のやることをやっておられる。いや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 、大企業のね、弊社でもそんな人ですよ。いやいやいやね、もうそんなこと言ったら聞いてない。広島の学校やな、企業の学校やな、もう学校と学校でどうしようもない県立高校だったって、学校あったな。不良が一方とか、もうそこ廃校にしようと、もうどうしようもない学校でね、その学校を見事建て直したというか、あのね、それ教頭さんとかも徹底して便所掃除を始めようというね、そういうことが始めたという人もいてね、で先生自らそういうことをやるということをね、始めた人で、みんなが建てなかったという、立ち直ったというのがありますからね、そんなんでみんなが嫌がることもね、トップになる人を自らすると、ね、そうすると立ち直るね、そんなもんですね。イエス様はそういうふうにみんなに模範を示すためにね、ロバに乗ってこられた、ね、そしてその後十字架に使われたんですよ。十字架って私たちは十字架、イエス様の十字架に使われた、十字架に使われたって何やろうと思ったら、イエス様がこれ十字架に使われたということは、これ死刑囚になられたということですよ。死刑囚、イエス様これ何で十字架に使われたんですか。死刑囚でしょ。なんで死刑囚って、死刑になるようなことをしたから死刑囚なんですよね。いや、間違われて誤解されてなったら大変なことじゃないですよ。まさに死刑囚になれたんですよ。私たちのために全部進めちゃおうって、だからそんなことですよ。絶対したくないことをイエス様自らされた。その人に使えることを学びなさい。そのようなことをイエス様されたんですよ。模範を示された。口だけで言うだけじゃなくて、自ら進んでね、模範を示されたんです。私のようになりなさい、人のために命まで捨てると、人のイエス様言われて、よく言われたこと、人は友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。イエス様はそれを自分で実行実践されて、私のようになりなさい、友のために命を捨てる、そのような大きな愛を持つ人になりなさい、私が模範を示すから皆さん連れてきなさいって言ってね、書いてあるんですよ。だから当然ね、都に入場される時だったって馬に乗ってくるなんてし、ロバに乗ってこられるね、それは当然でしょ。天のお父様の名はこのところで、今日も大事なことを教えてくださって感謝です。人に仕えることを、また神様が人を愛することを、そして徹底的に減り下り、人のために奉仕することを今日も教えてくださってありがとうございます。しもべになる人こそ
本当の偉大な未来のことです。ということを祈りますように、こうして、メッセージを聞くことができました。感謝します。イエス様の御名によって御前にお祈りいたします。